あんまり張り切れへん仕事やね。昨日もたい、あんまりやりたくない仕事です。はい、こんにちは。はい、斉藤紹介の斉藤です。今日はね、まあ一般的な修理なんやけど、昨日重たい仕事なんで、あんまりちょっとテンション上がらないです。あのね、水漏れなんやけどな。嫌なとこから漏れとんねや。最初はヒーターホースかなんかかなと思ったんやけど、加圧テストしてみたら、ヘッドから漏れとったわ。シリンダーヘッド。だからもう下ろさなきゃだ。ところが、この、もう三菱からは聖杯なんで、生産廃止なんよな。開けて戻らへんかったら困るやん。海外からガスケットキットを取り寄せて見たものの、合うかどうか分からへんのよ。確証がないね。このエンジンのこの 4G52 っていうエンジンなんやけどな、これ用で取ると出てこないのよ。まあ同じエンジンでジープのエンジンのやつがあるんやけど、ジープの2000とまあほぼほぼ一緒なんで、いけるんじゃねえのっていう話で取ってみたものの、合わせてみないと 100% の確証はないからな。外してみないと分からない、ね、だから例えば水穴の位置やったり大きさやったりオイル穴の位置やったりがわずかでも違えば使えなくなるんだよな。まあそうなったら作業止まるよな。だから気が重たいです。さあ張り切って頑張ってやろうっていう風にいかへんよな。でもまあやっていくしかないからやってみるけど。年式どれぐらいですか？でこれ昭和48年とか49年とか、後期型の GSR なんで 2000cc のやつやね。本当はもう他にもあるのよ、やりたい仕事は。でももうね、どれ一つうまいこといかないやつばっかりやから、もう体が拒絶反応を起こしても大変な苦労が待ち受けてると思うとね、進んでいかないわね、体が。だからヘッドを下ろす。ヘッド、このここまでこれを下ろしますね。ここです。ヘッドの隙間から水が漏れてるんで、ヘッドガスケットのところから。全部13度となってる。13、これの星が届いたわ。なんか綺麗ですね。オイルの黒いのはありますけど、コペコペになってないじゃないですか。全然多分ノラハル頻度少ないとオイル交換まめにしていただいてるんじゃないかな。出ておるっすね。こんにちは、出てます。どうやって固定したらいいかなと思って。またあれがいるわ。いや、キー入れたいけど、どうやって入れようと思って。オートテンション。飛び出す。デスビ抜いたら入るか。デスビってそれごとスポンと抜ける。これごと抜けるから。あとはデスビ外したらいけるか。デスビ外したらこの隙間からいけるな。MCA ジェットのついてへん頃のエンジン。MCA ジェット MCA ジェット、うん、51年排ガス対策でもう一本バルブが、サブバルブがついて CVCC みたいなもんや。それはいいものなんですか、ついてる方。いや、もうない方がいい。ない方がいい。この間のラムダもついてるし、あのみんなのジープにも。あ、そうか、排ガス対策のやつ。排ガス対策パーツ。邪魔になるやつ、うん、これはもうその以前 の未対策エンジンやから、みんなが欲しがるエンジンやな。パワーがある頃のエンジン、規制の入ってないやつや。素晴らしい。インパクトでバンでいくか。先緩めとかならんで、一番縮小して、いや、このデスビーターとか抜く前にな。はいはい、ずれるから絶対に。もっぺん、もちろんした段階で、もっぺん合わせられるように。バカなゴミだけで取っといて。オイルストーン。
CRC で行ってもいいですか。 CRC で行くかそれが灯油みたいなのに行くか。そこだけバルブがな、3番だけ、はい、3番すごい。ん？油が一瞬で吸い込んでなくなって。もっとね、吸わしてやるのがええのよ。灯油で、灯油、ちょっと皿に灯油入れてきて、そこにその灯油脂をつけてな、はい、ちょっと染み込ましてやって。どうしたら もうすげえ。でもなくなるんじゃないですか。スポンジみたいに吸っている。あれ何やったっけ、今さ、最近ニトリとかでさ、あの、はい、軽走路でしょ。あ、足のやつでしょ。そうあれと同じちゃいます。なあ、そんな感じじゃない。もうないやん、もう。そうや。あ、そうなんですか。どんどん趣味でいいよ。へえ。置いといたらいいですか。ちょっと置いといた。あ、そうなんですか。結局原因はあったんですか。分かった。いや、もうガスケツ抜け。逆にそれだけでよかったわ。この水穴から塩で取ってんやな。ここや。ああ、これが原因ですか。まあここ原因やな。こんなして綺麗に切れてますな。へえ。がこれがこっちがここですか。いや、だからちょうどここの部分や。ははは、なるほど。一瞬ドキッとしたけどね。まあ何もなかったらどうしようって。そうや、これがなかったやん、前回。 あのラムダでほんでジープ用のやつでいけるだろうって踏んで、はい、まあ、買っていけたからよかったけど。あ、で今回もだからこの車種用では出てないからな。あ、そうなんですか。全く同じではないんです。違うもんだって、微妙にエンジンも違うもん。これ MCA ジェット付いてへん未対策エンジンやけど、売ってるやつや MCA ジェット付きの。 MCA ジェットってまあヘッドが違うんやけどな、スリーバルブのやつや、サブ燃焼室が付いてるに、それのやつやし、ひょっとしたら水の通路とかオイルのリターンが違うんじゃないのかなって思ったけど、まあなんとかいけましたな。これ別に特に原因はとかって言われたら何っていうのはないですか。単なるでっかい。これ100年持つと思うけ。斉藤さん、というもう半分以上吸ったんですけど。ええんちゃう。半分以上吸ったんですけど、斉藤さんまだ。ごめんね、こすり続けたら出てくる。出てきますか。出てきん。キックが響く。反対マッカーから吸わしたって。ああ、めっちゃ重たなったし。こんだけ吸ってますからね。こっち行けさよ。これは、ガスケットの前のやつを取ってしまう。ガスを取って、念を動いてます。なるほど。え、もうない。取った。全部落とした。え、いやいや、ここに中じゃないです。そこもエアブローしとけ。これここも、はい、あ、全部入ってる、うん、もう吹き飛ばしようかな。はい、これどこのやつ。あ、これそのガスケット、これ結構見ますよね。通天寺もそれ、斉藤さん買ってませんでしたっけ、そのブランドちゃいました、うん、これがひどいのじゃなかったりするんですよね。ここですか。ここのメーカーね、いっぱいある。あ、そういうの専門で売ってはるとこなんですかね、メーカーさんが。こっち側からやっぱ入りそうなんですけど、反対側からが。いけそう、いけるいける、ガスケいけるわ。精度悪いんか。斉藤さん、はい、あかん、やっぱり厳しい。このガスケットピンのところに合わせたらね。あ、シナリオンのか。シナリオン。あ、でももうこれしかないから、これでいくしかない。あ、2ミリぐらいずれてるわ。だいぶやばいな。折れるでしょ絶対。そこ、あ、ほんまやな。そうやったらそこ広げるか、なんか一応広げようか、両方とも。もうちょっと広げよう、ピンのところだけ。
よし、完璧や。ちょっと穴広げたんですか。だいぶ拡大した。ありがとうございます。これでいける。よし、重たい。ただこの風鈴がコテンって倒れたらやばいんですよ。コテンって倒れたらやばいんですよ。結構ギリギリやったんで、ちょっとだけ支えるんで。はい、奥やねんが、もっと後ろやね。そっちを後ろに振って、そっちを後ろ、これスライダーが引っかかってる。一回ここで、そうか、いやいやいや、これにプリン、そうそう、よし、よし、そしたら、オッケー、入った、はまった。白もハマってます。ヘッドボールととりあえず4本入れて、うん、で、噛むのこれ入れてしまう。あ、ヘッドボールだらけになった。あ、ちょっと当てが悪いな。位置悪い。いや、違う。見えへんね、明かりが。それ、ここに。うん、OK。もうこれで全然見えへんし。ブラシの手は何で、ガソリンで、ガソリンです。歯ブラシ、8キロでいいんですよね。うん、8キロ。たださん、エンジンかけますね、もう。はい、どうぞ。斉藤さん、え、なんか変な音する。うん、おかしいな。ヒルヒル言うとんな。カムチェーンになんか、向こうが降りてる。エンジンの中もね、これ。もうちょっとしばらく食べる。なんか言うとおりだよね。多分、なお、その音はなくなった。多分、オイルが上がってきたし、最初にガラガラって言うのと、一緒で。どうもないよ。Thank you.
そっくりだよ。そこは汚れてるのはもう影響すると。影響するよ、そら。全部埃呼びよるからな。はは全部吸うてまいよね。掃除しとかないと。こんなん俺らのやる仕事ちゃうよ。お客さんにやる仕事やね。今知らんか。乗り手の人はだって知らなかったらできないですもんね。そうやな。これポンと渡されてな、乗るだけの人やったら分かりませんってね。なるほど。確かに。めっちゃ綺麗になりますね。そらーそう。溶剤で拭いてんやん。これはでも誰でもできるんですよ。これは誰でもできるよね。これはやっさんでもできる。だ教えてね、ちゃんとこうやってやーいて。こびりついた。夏斉藤さんがね、それ先ちょっとぶちらってみたら斉藤翔が乗ってる乗ってます、あの、何だっけなグランツーリスモ買いましたの時でした。グランツーリスモ買いました。グランツーリスモ3と PS3 を買いましたみたいな。あったドハー地の量うまや狂ったように G7 クーペ44万円やで。ほんまにこれ2年売れへんかったんやこれも3年ぐらい売れへんかったで。え86ありましたよね、そこに。ちょっと待って、69万円、セリカ69万円でなってますね。そうや、86、40万円ぐらいちゃいました。ビート売りに出してるもん俺。ソールドアウト150万で売りに出してる。あ、モリブデンがおるモリブデンがある。いやほんまや、モリブデンコーディング。ほんまや、3本セット1万円安いですね。うん。ドハ。無事できました。今回ね、いや、あの正直言うわ、もうあの三菱のこの辺のエンジンパーツもほとんどないし、簡単には手に入らへんねん。で、今回この 4G52 の、まあ、エンジンのガスケット関係は。もう三菱から ほぼほぼ無理でした。なので海外からそのガスケットキットみたいなやつが売ってやったんでな。でそれをまあ買ってみたんやけど、これ専用じゃなくて漠然としたもんなんやわ。もともとジープ用やな。ジープも同じエンジン使ってんやけど、でもまあこの規制前のエンジンとか水穴の位置が少し違ったりとか、それからまあ補給類の形が少しずつ違ったりとかして、まあポンとつくとは思えなかった。でもヘッドガスケットとそれからエキゾストマニーホールドのガスケットは多少加工したけど、とりあえず使えたんでな。で無事、まあ、組めたし、でもうちゃんとエンジンもかけたし、加圧テストもやって、で水漏れもこれで直ったし、でこれは今回もう修理完了ですわ。めでたしめでたしです。でこんなうまいこといくとは限らんぞ。さっきもあのギャラのラムダ収めたけど、ほとんど部品なんかないんでな。まあうちにあったデッドストックパーツなんかを使って直してけど、やっぱり途中のプロセスで言うたらなんかうまいこといかへんかった、やり直したりとか何個もあるわ。自信持ってはい完璧ですよって言われへん。デッドストックパーツなんて言うたらもう30年も昔の部品やんか。なんぼ新品の箱に入ってるとはいえな、ゴムなんかは傷んどくしな。今回はその社外品のガスケットキット精度めちゃくちゃ悪かった。あ、うん、もう最初からベローンって反ってるような、はい、もうひどいもんよ。でもそれしかないねんもん。それで直すしかなかったからもうどうしようもないけどさ、まあ、とりあえずまあ大丈夫やわ。言うたら悪いけどさ、こんなん部品さえやったら半日の仕事やで。部品探しから手に入れて、まあ、実際に直るまで半月ぐらいとかかかったりするんやけど、でも実際これが三菱から普通に部品が出たりとか、まあ、社外品でもっと精度のいいやつがポンと手に入るんやったら、朝預かった夕方返せる仕事や。でもそういうわけにはいかんのだよな、まあ、苦しいところやけど、まあ、今回うまいこといけたからまあよしとせえけどな。うまいこといかへん方が動画的には面白いんだろうけどな。でも俺は苦しいしな、その日の酒がまずいわよ。まあちゅうことです。終わりました。どうもありがとうございます。バッチリです。今日の酒はうまいっすわ。
降ってきたでおい。オッケー。